とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン16かな？始まりましたね。今回は、どんな装備が出てくるのでしょうか？今日は、初めての20周、頑張っていきたいと思います。では、行きましょう。一発目。なんか昨日、初見クリアした時も強固なアーマー出た気がする。まあいいや。クールダウン、なし。毒フォーカス1か。ダイヤモンド。まあ、使えるかな。使えるけど、性能としてはちょっと波かもしんないね。リフレッシュ、虚無、重力、雷。だね。まあそこそこってところかな。こっちは、これは弱い、よくない。まあダイヤモンドはぼちぼちでしょうね。どうだ。おお、ピンクスコーンドレル、さっきも見た気がするぞ。まあロールチャージのみですね。いらない。あ、使えなくはないけど、いらないかな。こっちもいらないな。3回目かな。いらない、よくない。トゥルースシーカーはどうだ。いや微妙かな。惜しい感じかな。虚無とリフレッシュ入ってるし、爆発もある。重力が欲しいもんね、トゥルースシーカーはね。次、どうだ。バーストボーストリングのみですね。ハンマーもまあ良くないでしょう。これはね、重力欲しいのよ。なので重力ハンマーの方がお得感があるんだよな。いらないかな。次はまあ月田川ぐらいか。よろしくない。まあついてないね。オーバーチャージとかつけばね、だいぶ強いんだけども。ダイナモと貫通が一緒についてる。ダメ。こっちは衝撃2か。よろしくないね。下は、まあ、下はいいね。衝撃波が良くなかった。来い。お。まあ、ピグリンの誇りは良くないよ。でもその横二つはね、ワンチャンある。指先どうだ？良くないな。ついてない。グリーン。まあ、無難。無難に使えるやつだわ。黄金は全然、そんな意味はないんだけども、まあ、クールダウン編成プラス、無限。使いやすいと思う。でも、弾数が少ないんだよね、若干。OK、キープ。お願いします。いや、良くないな。よろしくないな。このビーハイブアーマーさ、思うんだけど、攻撃の時に 30% の確率で蜂を召喚するでしょ。あの、武器の方の、蜂なんだよね。じゃなくって、これ、タンブルビーがついてれば、もっとね、使えたと思うんだよな。タンブル B1。まあ、召喚率30何パーセントだけども、羽ぴょんすれば、もう全然3匹出るんで、いいんだよね。まあ、エンチャントは良くない。こっちもよろしくないね。ダメです。どうだ。おー、なあ、でもいまいちだな。あ、でね、コメントありがとうございます。今、ちょうどコメントを見てて、各装備ごとにこれがついてたらいいなっていうのも、教えてくださいということなんだよね。タワーをやりながら。なので、いいのが出れば、いい装備ね、が出れば、紹介していきたいと思いますね。この覆われた怒りだったら、今、リフレッシュついてるんで、いいよね。リフレッシュとガードストライク。下は、その二つはオッケー。で、黄金が衝撃波か。よろしくないな。
覆われた怒りで今探してるのはリフレッシュ、インターミサイクル、ダイナモ、アーティファクトシナジー、その4つがついてるのが欲しいところですね。でもこの感じだったらリフレッシュとガードストライクは当たりなので、まあ真ん中に、そうね、アーティファクトシナジーだろうね。シナジーと覆われた怒りはもうセットでいいぐらい強いので、でプラス黄金で痛みかダイナモがあれば強かったんじゃないかな。はい、次、よろしくない、よくないね。どうでしょうか。まあまあ259でよくない。グリーンメナス、お、こっちもかい、こっちも258、中途半端なやつが2つ出たな。輝くハープ、ハープクロスボウと輝くハープだったらやっぱり俺はハープクロスボウの方が好きかな。まあ確かに長弾が入ってるんですけども、長弾もねそこまで発動率は良くないんだよね。確かレベル1だったら 30% ぐらいだったかな、あんまり発動しないんですよね。でこれにつけるのであれば下にダイナモがあるので、どっかに貫通を入れてくれれば無限ダイナモができましたね。ちょっと惜しいかな。次いきます、10回目。無謀にがダメ、火炎フォーカスいらない、頼むよ、来い。まあリフレッシュと重力ぐらいかな、いいのは。リフレッシュ、重力で、あとね何がついたら嬉しいかな。リフレッシュ、重力、まあ痛みサイクルとダイナモでもいいね。黄金に痛みサイクルで右にダイナモ、もしくはダイナモプラスアーティファクトシナジー、まあ戦い方はちょっと忙しくなるだろうけどね。そんな感じかな。次、後半戦いきます。後半戦も頑張りましょう。一番右がよろしくないかな。まあ黄金もね爆発2っていうのでちょっと微妙か。重力とリフレッシュ、これは良かった、でも後が良くない。お、リフレッシュ3が黄金で続いてる。黄金にねリフレッシュ3つくとね嬉しいんだよな。悪くないね。一応使える、爆発、虚無、重力。だけども、重力が入るタイプのやつには俺はね爆発はあんまり入れたくないんだよね。もともとの火力は増えないんで、できれば爆発の底の部分に、ダイナモか痛みサイクルかな、アーティファクトシナジーでもいい、どれかが入ってくれれば大当たりでしたね。リフレッシュ1ダメですね。まあまあぼちぼちかな。はい、下はいい感じかもね。あ、いやいや、よくないか、よくないな。リフレッシュ、重力、で爆発か鋭利だもんね。クリティカルが欲しかったかな。で、いや爆発でもいいんだ、爆発でもいい。もともと追い打ちが入ってるから、で攻撃回数多いやつなんであんまり跳ねぴょんしたくない感じだよな。まあ衝撃波は良くない、全然合わない。コンボ数の多いやつとはね合わないんだよね。そこに、そうね、何がいいんだろう。クリティカルだわ、クリティカルだ、クリティカルが入れば当たりだったね。惜しい、下は良かった。まあまあクールダウンとヘルスシナジーが入っててその2つはいいね。でもポーションマリアなし、こっちも良くないね。次は、おお、あれ、さっきも見ましたよね。下はいい、
下はありだと思うよ。でも上がね、爆発1か3だったらよかったけどね。うん、重力、クリティカル、リフレッシュ、さっきもでも見たけどな。次、ダイナモ無限はいいけども貫通がついてないので無限ダイナモはできない、使いませんね。残忍はないな。使うのであれば、まあ、魂の共鳴と流れ込む魂が入っててほしいね。それが入ってると結構魂の吸収率が高いので使いやすいんだよね。次行こう。どうだ、輝くローブ、もともとクールダウン入ってるからお得だけども、ポーションバリアがないから厳しいね。雪玉はいいよ、雪玉は良かった。でもあとがちょっと使いにくいかな。ダメですね。グリーンメナス、はい、261。カメ、クールダウンもポーションバリアもない。でも下はね、意外とちょっと使ってみたいかなっていう感じではあるね。雷フォーカスと、帯電がありますし、雪玉もある。まあ黄金にクールダウン入って、まあ雪玉のところがポーションバリアとかでもよかったかな。まあ雪玉、クールダウン、ポーションバリアで、あとヘルスシナジー、タンブルビー、そこら辺でも嬉しいかな。はい、もうちょっとか、いやまだあるな。頑張ります。そろそろお願いします。よくないな、これ系はね。重力が欲しいのよ。なので重力とリフレッシュがかぶってるんでダメっすね。で痛みサイクルも、うん、嬉しいやつには嬉しいんだけども、攻撃速度が速いこういうやつにつけると HP ゴリゴリ減ってダメなのよ、使えない。なので一番右のエンチャントサークルはよろしくないね。そこに真ん中の重力とリフレッシュ、それを分けて入れてくれればよかったかな。でクリティカル1っていうのもよくないな。3だったらよかったと思う。うん、パーセンテージとこの攻撃速度は合うんでね、欲しいかな。クールダウン、ポーションバリアついておりません。ダメだな。あー、マルチショット、いやでも達人だしな、いらないか。オーバーチャージあるけど多分そこまでダメージは伸びません。次どうだ。あー、スイフトストライカーかあれは。ダメ。こっちも微妙、いや全然ダメか。うん、帯電と雷フォーカスはあるけどもよろしくない。おお、あ、ダメだ。下はね、いい感じ、下はいいよ。アンチャンティングの、重力クリティカルいいと思う。でも黄金が旋風っていうのはな、そこにリフレッシュだったね。リフレッシュがあれば強かったと思う。残念。次はおっと、ハープよくないな。まあ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 、前回ね、前シーズンでハープは2ついいのがね出てるんで、ちょっと期待したいんだけどな。追い打ちか、なるほどね。確かに前のもね、黄金に虚無がね入ってたのよ、2つとも。そこを追い打ち3でもね良かったんじゃないかなと思ってる。うん、そっちも絶対強いと思った。でもまあ、うん、下は微妙ですね。これじゃ火力は出ない。スペランカはいらない。フルメタル探してるよ、フルメタル探してる。どう、ダメか。雪玉帯電ぐらいか。うん、あー、ダメです。黄金が良くない。そうね、右左はいいから真ん中と黄金にクールダウンとポーションバリアが入っててくれれば採用だったね。うん、ポーションバリアしながら、高火力の帯電をばらまけるので強かったと思うけどね。
次、あと3回になりました。ここで勇者の登場です。勇者登場してくれた。もうね、贅沢は言わないのよ。贅沢は全然言わない。クールダウンとポーションバリア、その2つさえ入ってれば、もうそれで OK。もうオール OK よ。頼むからね。来い。一つもない。一つもないよ。もう、ダメだ。こんなんばっかりなんだよな。はい、ではラスト2回いきます。あと2回でーす。バーストゲイル欲しい。バーストゲイル欲しいけども、中途半端なやつしか持ってないんだよね。どう？何にも入ってない。何にも入ってない。これもともとロールチャージがユニークスキルで入っててくれてるので、あのお得なんだよね。うん、一枠開くんで。なのでクールダウンショットと、バーストボーストリング、虚無弱体化、これを入れるとね、かなり使えるようになると思うんだけどね。まあ、虚無弱体化どっちかを、サンダーウェーブか、ショックウェーブだ、ショックウェーブ、サンダーウェーブってなんかスーパーロボットみたいだな。ショックウェーブを入れるとこう、移動速度が遅くなっていいのかもしれないね。まあ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 、今回はダメですね。こっちも良くない。ラスト行こう。ラスト、あー、やっぱり俺の黄金にはさ、旋風衝撃波どっちかじゃない。うん、まあまあ、たまには違うのも出るんだけど、これ多いわ。もうどうにかして、本当に。下はまあまあかな。重力、クリティカルの爆発、これに、まあ、黄金でリフレッシュついてればまだ使えたと思うけども、これじゃあダメですね。あ、なるほどね。まあまあ違う使い方はできるかもしれないね。重力、輝きの、旋風衝撃波、もうあえて旋風衝撃波をつけて、もう近接ゴリゴリでいくっていう感じでもありかもしれないな。ちょっと使ってみる感じもいいかもしれない。オーバーチャージと虚無がついてるね。これだけでかなりのダメージ、もう多分3000万ぐらい出るんじゃないかな。そんぐらいのダメージは出せるけども、右と黄金が良くないから使いはしないか。はい、こっちもよろしくない。ということで、タワーシーズン16ですかね。今回は2週間となっております。また頑張って回っていって、そうね、2ついいのが出れば嬉しいかな。まあ、そのぐらいで頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。